岩手選挙区は過去2例を見ない激戦の様相を呈しています。その発端は民主党の公認候補だった現職の平野さんが今年3月末に無所属で立候補する意向を示したことでした。岩手選挙区に立候補しているのは届け出順にご覧の6人です。過去3回の選挙はいずれも民主党候補が当選を果たしていますが、今回は現職の平野さんが突如党を離れ立候補。まだ平野達夫、まだまだやらなければなりません。民主党は新しい候補として吉田さんを擁立。厳しい戦いですが岩手には希望があります。去年民主党と分裂した生活の党からは関根さんが立候補。これからが本当の戦いのスタートでございます。自民党の田中さんは政権与党として議席奪還を目指します。安定した国家から安定した岩手。共産党の菊池さんは去年の衆院選に続いての立候補。政治の流れを変えていく決意で頑張り抜きます。また諸派高橋さんは独自の戦いを展開します。岩手を豊かに、日本を元気にしてまいります。稀に見る激戦となった今回の参院選。しかしこの状況に有権者は呆れ顔で、中には怒りの声さえ聞こえてきます。だって人数はいっぱい出てるんだけども、各政党が同じようなことばっかり言ってるんで、ポイントがよくわからないと。いや、あんまり関心ないね。デタラメなことばっかりやってるから、だから今回からもう選挙棄権しようかと思っています、正直言って。ここの土壌をよく知って、みんなの生活を一応分かった上での政策をしてもらいたいと思います。景気回復回復って書くけど、会社経営はいいかもしれないけど、うずらみでな漁業は、経費の方に追われるんじゃないですか、震災からの復興も道半ばの岩手。一票を託すことができる候補者は誰なのか。政治家自身が招いているともいえる関心の低下。去年12月に過去最低となった投票率がさらに下がることが懸念されます。